さんがここまでずっと目立っています。セカンドに入っています6番の若井、今日はフォアボール3つ。まだチームは成長過程、ようやく挑戦する段階ができたという話をしていました根本監督ですが、もう大栄の2回戦に登板してその時には負け投手になっています。内野は浅めの守備位置、外野も浅めです。一塁ランナースタート、奈良原、ボールは一塁です。ワンアウト二塁三塁、セカンドが上田博明、キャッチャーは上田幸寛です。ワンアウト二塁三塁で今日先発マスクの7番のキャッチャー安田、ショートゴロ併殺打、その後がセカンドゴロで勝負、センターフライでした。そうですかね、まあ、安定感に関していけばやや不安ありますけどね、まあ、将来見た場合は楽しみな子どうしたと思いますね。まあ、問題はこう打者に対した時のやっぱ速いボールをいかに生かしていけるかっていう、こういうところは課題ありますけどね。で、まあ、抑えを、まあ、ローテーションに回しながら調子のいいのを使ってますね。一番期待できるのはこの前田あたりが本当1イニング1イニング抑えてくれると、もっとすごい。あと5点差ですと、そのいわゆる3本の抑えをね投入するのは辛いところですし、すでに香取も投げましたし、今日はあの工藤もですね投球練習を先ほどはしていました。山崎です。8番ライト横浜からこの大栄のインフォーム、いい守りが一つ今日ありました。垣内の当たりでしたかね、フェンスのぶつかりながら取った守備がありました。ワンアウト満塁です。速いボールを生かして取れるっていうことでも、この大事なこの打者に対する攻め方、あーとはっきりボールと分かって押し出し、まあ、これが一番怖いパターンって言いますかね。7点目が入りました。7対1、まあ、このところずっとヒットがなかった浜田ですが、今のタイムリースリーベース、そしてその後もレフトへのヒット、そしてここは奈良原からセカンド上田です。一塁転送ダブルプレイ。